혹시 저를 전부 터 아셨던 거예요? 그럴 리가. 안녕하세요. 타옹입니다 오늘은 김희쇼와 이따이 나제에 한국어 공부를 시작해 보죠. 혹시 저를 전부 터 아셨던 거예요? 혹시 저를 전부 터 아셨던 거예요? 혹시 저를 전부 터 아셨던 거예요? 意味はえ、もしかして私のことを以前からご存知だったのですかという意味になります。はい、ここで覚えていただきたいのは、この「ほくし」なんですが、もし、もしかして、ひょっとしてという意味として使われています。では例文を紹介いたします。もしお時間がありましたら、お茶でもいっぱいいかがですか 혹시 시간 있으시면 차라도 한잔 하실래요? 혹시 시간 있으시면 차라도 한잔 하실래요? 혹시 혹시 대구 출신이세요?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  혹시 미나 씨ですか 혹시 미나 씨 아닌가요? 혹시 미나 씨 아닌가요? 저또해시제 것을 고存知ではないでしょうか 혹시 저를 모르시겠어요? 혹시 저를 모르시겠어요? 혹시카시테 시의 고토 스키? 혹시 나 좋아해? 혹시 나 좋아해? 그럴 리가.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  はい。このクロンリガーなんですが、実は後ろに省略されている言葉があります。クロンリガー、オプチ、クロンリガー、オプソヨのような、オプチまたはオプソヨが来るはずなんですが、そこが省略されています。こうやって省略されても、まあ、クロンリガーだけでも何が,言い,たいのが、えー、言いたいのかが大体わかるので、省略されてクー、クロンリガ、クロンリガという風に話すこともよくあります。はい。このクロンリガー、 セットは何々リール,ールリーがあったが原型でございます。何々するえはずがない、何々わけがないという意味の何々リール,ールリーがあった。ぜひ覚えていただきたいと思います。では例文を紹介いたします。本当事実なわけがないよ。ちょんまりや。さしりりがオプサー。ちょんまりや。が 아노이토와 한국구지인데 아르하즈가 나이드. 저 사람은 한국 사람일 리가 없어요. 저 사람은 한국 사람일 리가 없어요. 마삭가 손나하즈 나이. 설마 그럴 리가 없어. 설마 그럴 리가 없어. 소꼬니 시리아이가 이르하즈가 나이인 덕에도. 거기에 아는 사람이 있을 리가 없는데. 거기에 아는 사람이 있을 리가 없는데. 本日のレッスンが良かったなと思う皆様ぜひいいね押してくださいそしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします次回もお楽しみにあンにゃー